なぜ氷室京介はその決断をしたのか。フェードアウトではなくてスパッとやめたいなっていうのはいつも言ってるんですけど、このリベンジをどっかで必ずもう一回。今その真実が明らかになる。氷室京介ポストスクリプト。